吉貝のかまぼこ4代目社長をしている林田真由です。吉貝のかまぼこは老舗130年続くかまぼこ屋で、無添加にこだわったものを作っています。そんな本物を追求したものが後継者がいないという理由を、あり、まあ、廃業寸前だったわけなんですけども、今回ご縁をいただいて、無事にお客様に支えられながら1年半ほど前に復活をすることができました。で、今後私はこの、歴史伝統を誇る吉貝のかまぼこの代表として先代からの技術指導をいただきながら、その技術の承継で、またその技術の承継いただいたことをもとに、よりお客様に喜んでいただける商品の展開であったり、お客様のも近くで直接手に届けるような、販路の開拓であったり、まあ、そういった歴史を今の時代にどんどん合わせていくといったところも含めて行いながら、まあ、このより良いものを追求していく、また本物を未来に残していくということを頑張っていきたいと思っております。私自身全く経営経験もない、またかまぼこの、知識知恵も全くないところからの、挑戦となっているんですけども、本当に今いろんな方に支えられて、なんとか楽しく、誇りを持って仕事をすることができているので、また私のような若い方がいらっしゃった時には、ぜひ皆さんの勇気に、こう感じていただけるような存在であれるように日々精進してまいりたいと思います。ありがとうございます。